今回の SB 信頼調味料おつまみレシピはこちら、ランチョンミートピザとトマトと刻みちくわの炒めです。そしてこのおつまみに合う達人特製カクテルはハイボールジンジャーエール。イタリアンなおつまみにちくわの組み合わせという意外なレシピ。ピザもトルティーヤを使って作るので簡単です。すぐにできちゃいます。ではまず材料の紹介です。まずはランチョンミートピザ、ランチョンミートの薄切りを 15g、 トルティーヤを1枚、とろけるチーズを適量、バジルを少々、そしてイタリアンラー油 15g です。次はトマトと刻みちくわ炒めです。ちくわ1本、プチトマト4個、イタリアンラー油 10g、 フレッシュハーブバジルを7、8枚、ブラックペッパー粗挽きを少々です。今回はイタリアンラー油を使います。今回の達人ポイントです。ラー油なんだけどイタリアン、オリーブとアンチョビがたっぷり入っていて、かけるだけで何でもイタリアンな料理になります。ではまず、ランチョンミートピザです。まずランチョンミートを薄切りにします。嘘かなと思うぐらい薄く切ってください。次に、アルミホイルを用意します。そしてこの上にトルティーヤを乗せます。この上に、イタリアンラー油を塗ります。ピザを作るときにオリーブオイルを生地に伸ばすような感覚で伸ばします。そして次にランチョンミートを乗せます。チーズをちぎりながら乗せます。これをオーブンで焼きます。で焼きます。また、チーズが溶けて、トルティーヤが焦げるぐらいまで焼いてください。はい、では焼き上がりました。綺麗に焼けてます。そしてアルミ箔を取りまして、とバジルをかけます。これはお好みでお願いします。で出来上がりです。続いて、トマトと、刻みちくわ炒めです。まずちくわをちょっと大きめに切っていきます。この時もう半分ずつ切りましょう。はい、次にトマトを、よく洗いまして、半分に切ります。そして仕上がりが水っぽくならないように、種をとにかく抜きます。バジルを少し小さく手でちぎります。そしてこれを炒めたいと思います。サラダ油を小さじ1入れます。ちくわを入れます。そしてトマトを入れまして、一気にバジルもいきます。一回軽く炒めます。バジルが透き通ったところでイタリアンラー油を入れます。これで出来上がりです。では今回のカクテルの紹介です。ハイボールジンジャーエールです。作り方は簡単です。ウイスキーを適量グラスに注ぎまして、氷を入れていきます。ジンジャーエールを入れます。で軽くステアします。出来上がりです。では自ら試食してみます。ちくわですけど見事にイタリアンができています。次にピザに行きます。カリカリしているトルティーヤにイタリアンラー油のピリ辛さがちょうどいいと思います。ハイボールジンジャーエールの味見してみたいと思います。ジンジャーエールがラー油のピリッとしたところと相性が良くてとても美味しいです。皆さんもぜひ試してみてください。